はい、お疲れ様です。山影です。本日は、はい、9月4日1時10分です。はい、9月4日、日付変わりました。月曜日、1時10分となっております。お疲れ様です。ちょっと日付変わってしまったんですがですね、本日はですね、七海月ライブパレード2023、千秋楽有明3日目がありました。でですね、先ほど帰ってきまして、ちょっと感想をですね話していきたいと思うんですが、金曜日から 3days、9月1日2日3日と3days でしたんで、ちょっと1日ずつですね、3日間ちょっと、簡単に、振り返ってい、きたいと思います。でまずはですね、ツアーも終わったんで、ネタバレをもね、もう注意しなくていいっていうね、バンバンネタバレしていくっていう感じなんですけど、金曜からの、そのライブまでの流れをね、簡単に振り返っていくと、金曜お休みだったので、午前中に新幹線で移動しまして、ちょっと横浜の方にですね、横浜の、ビッグカメラにちょっと用事がありまして、以前買ったですね、ちょっと双眼鏡が初期不良を起こしまして、それをですね交換していただくためにですね、ちょっとビッグカメラに行ってまして、で交換するときにですね、持ってたのが8倍の双眼鏡だったんですけど、完全に新品に交換ということで、ちょっと在庫の関係で、10倍の双眼鏡に、変わりまして、ほぼ同じモデルなんですけど、値段がほぼほぼ変わらないので、どちらがいいですかっていうことになって、じゃあ10倍でってことで、ちょっと8倍の双眼鏡が10倍の双眼鏡になりまして、で、その双眼鏡を受け取って、そのまま、六本木のアベバの昼の、観覧にですね、推しのアナウンサー柴田彩さんの、観覧があるので、そちら観覧見に行って、で、14時ぐらいに、ホテルに着いて、でチェックインは15時からだったんですけど、もうお部屋片付いたんでチェックインできますよってことをおっしゃっていただいた、けたので、ホテルに荷物を置いて、秋葉原のもうルーティーンですよね、台湾混ぜそば屋で、台湾混ぜそば食べ、でホテルに戻って荷物を整理して、有明アリーナに、東京駅からバスで行きました。で1日目はそれで、ライブに行って、新橋で、ライブ後に打ち上げをして、で終電でホテルに帰ると、それが1日目でした。で2日目は2日目はですね、横浜の鶴見線に、友人が乗り鉄のツアーがあるっていうことで誘っていただけたので、鶴見線のツアー、本当に鶴見からですね、2往復ぐらいですかね、工場地帯へ行く路線があるんですけど、鶴見線にね、それのツアーに参加させていただいて、でツアーを途中で抜けて、国際展示場、大井町まで帰ってきて、国際展示場からタクシーで有明アリーナで、土曜日の2日目のライブに行くと、で、豊洲で打ち上げして、夜ホテルに帰ってくるって感じですね、2日目で。今日は、ホテルチェックアウトまでホテルにいまして、で、お昼ご飯をですね、中野にあるラーメン屋、味噌ラーメンが美味しいラーメン屋にちょっと行きまして、最初に秋葉原で、ね、台湾混ぜそばっていうのをまた考えたんで、また同じ台湾混ぜそば食べるのもあれなんで、ちょっとね、フォロワーさんからお誘いをいただいて、中野の味噌ラーメンを食べに行きまして、で東京駅に荷物を預けて、またバスで有明アリーナで行って、3日目のファイナルに挑むと、そんな感じのですね、3日間。それでもう最終の新幹線で、帰ってきて、先ほどね、帰ってきてって感じなんですよね。で、1日目からね、ちょっと3日分ですね、一気に振り返っていきたいと思います。
じゃあまず1回目、1日目、9月1日金曜日、東京1日目のじゃあセットリストをですね、またここら辺に出します。でセットリストとともに、振り返っていきたいと思います。1日目はですね、変動曲3曲目が、ファイヤースクリームで、5曲目が、フェイス、8曲目セイクリッドフォースで、10曲目の企画が、カレン模様。カレン模様は、3回目のカレン模様でしたね。ちょっとね意外でした。ここはまだ2回目来てないラブブリックが来るかなと思ってたんですけど、カレン模様でしたね。カレン模様だけだからその3回するっていうあれですかね、三島プロデューサー推し曲だからですかねちょっとわかんないですけど。で14曲目はパワーゲート、17曲目スカーレットナイト、18曲目バージンコードで、アンコールはこの日はハッピーゴーラウンドと、まあそんな感じで変動枠はね、そんな感じでした。まあ1日目の振り返りね、まず全部覚えてるわけじゃないんですけど、ドラムが最初僕4階のスタンドにいたんで最初気づかなかったんですけど、チェリボのメンバー紹介の時にドラムが阿部薫さん、阿部サマーだっていうことにそこで気づいたんです。だからと確かにマーティンの位置ではないなと思って、でも髪型が阿部サマーってこうロングヘアをポニー後ろにくくって、なんかポニーテールみたいな、ポニーテールじゃないか、こう後ろにくくってこう伸ばしてる、めっちゃ髪の毛長いイメージなんですよ阿部様って。でライブアドベンチャー以来8年ぶり7年8年ぶりぐらいにこうツアーに参加で、でマーティンは千葉で行われてる渡辺美里さんのライブに行かれて、出張行かれてて、マーティンお休みだったんですよ。で安倍様が来てたと。で本来はなんか愛知公演から安倍様入る予定だったらしいんですけど、安倍様もコロナになってたそうで、でこの東京1日目が初日ということで、こうね久々の安倍様のドラムをねこう堪能しながら、でももうそうですね、なんか雰囲気が変わってたのに全然気づかなかったんですよ。だから髪型もどっちかというとちょっとマーチに似てる感じで、でも確かにドラムの位置違うなみたいな、なんだろうって思ってたら実は阿部様だったっていうね、まあ、本物でドラム紹介まで気づかなかったんですよね。今ちょっと位置が高くてっていうのもあったんですけど、で最初のねそのチェリボ紹介までの曲ってあんまりこう休む暇がない怒涛でいくので、なんでその双眼鏡を使う、ね、余裕もまだなかった。双眼鏡はどっちかというとこう企画枠とかこうスイートディーラーとかね、連想花火とかこうゆったりした時は結構使ってたんですけど、やっぱ最初の激しめの曲は使わってなかったので全然気づかなくて、いやね、でももう初日はまずもっともう一番のハイライトはそれじゃないですかね。でね、安倍様がこう加わる、で明日はマーチン帰ってくるってことは、トリプルドラム、久々のトリプルドラムが聞けると、もうそれだけでね、もう2日目に向けてもうワクワクっすよね。まあ、1日目はね、まあ、4階のスタンド、まあ、スタンドすごい広かったんですけど、まあ、両隣が女性だったのでちょっとまあおとなしめに、まあ、2日目3日目もあるし双眼鏡も今日は持ってきてるしってことで、まあ、まあ1日目は結構、まあ、おとなしめにしてました。まあ、1日目はそんな感じですかね。なんかあったかな1日目。あ、そのホールツアーだけこうステージの上でこうスマホの自撮りでこうレポをするっていうのがあったんですけど、それを有明アリーナでも導入されてまして、で奈々さんがね自撮り棒で、ステージをこう歩いてね、ちょうどその安倍様が初日だったので安倍様の方に行ってね、安倍様とこう話してレポしてましたね。あと1日目なんかあったかな。なんかねちょっともうさすがにね全部なんかメモしてるわけじゃないのでちょっと忘れてしまってますが、まあ1日目はそんな感じでした。で次2日目ですね。2日目のセットリストはこちらです。こちらね、また出しておきますけども、
と2日目はね、これ変動曲の3曲目がロックライドライオット、5曲目ラブファイト、8曲目は曲目サイレントバイブルで、企画でねラブブリック、14曲目あのパワーゲーで、17、18のところはアバロンの王冠とプリロゼで、アンコールサマーパリスという感じでしたね、こう2日目。まあそうですね、2日目のハイライト、2日目のハイライト何だったかな。まあまずはまああれですよね、そのラブブリックを回収できたっていうのはね、あの企画曲で唯一まだ聴けてなかったので、この3日間どこかでは来るだろうというね予想があったので、いやもう回収できてよかったなって感じですね。で、アバロンの王冠もなんか久々にって感じでしたし、まあ、ね、やっぱね、やっぱね、3曲目のロックライトライオットがやっぱタオル曲なんですけど、やっぱりこうまだまだタオル曲っていうのはどうなんですかね、なんか浸透してないのか、まあ、新しめの曲なので、なんか結構周りでもあんまタオルを振ってる人が、ハッピーゴーラウンドの時は結構みんな振るんですけど、ロックライドライオットの時はなんか少ないんですよね。その3曲目だからちょっと早すぎて反応できないのか、タオル曲って浸透してないのかちょっとわからないんですけど、結構周りであんまり振ってる人が、2日目あのアリーナの C7、まあ、一番後ろのブロックだったんですけど、なんか周り見てる感じちょっとなんかタオル少ないなって感じはしましたね。うん、2日目はねアリーナだったんで、まあ、ガンガン飛べましたし、いやめちゃめちゃ楽しかったですね。まあ、僕はもう、ね、3曲目はこのロックライドライオットが一番好きなので、今回の変動の中ではね、でもラブブリックも良かったですね。なんか原曲なんかね、最初原曲どんなんやったっけなってぐらいアレンジがめちゃめちゃ効いてて、なんかこう歌ってきた、あの曲かみたいなぐらいの、本当にそれぐらいアレンジがされてて全然違ったんですよ。なんか本当原曲どんなんやったっけってなって、いや本当にね、なんか素敵なアコースティックアレンジで、そうですね、まあ、あとはもうプリロセでめちゃめちゃ声出しましたし、サマーパイレッツもねこう振り付けをねこうちょっとこうやりながら、あーすごい楽しかったですね。2日目、まあ、トロッコで来た時めちゃめちゃ近かったですけど、あとなんかハイライトね、なんか全部が全然思い出せないな、なんかもうね今日もう3日目とかでもなんか燃え尽きてるんで、もう1日目2日目が全然思い出せないっていうのはなんかね申し訳ないんですけどまあその分ね3日目の感想をねちょっと厚めに行きたいなと思います。まあまあ2日目はね、セトリこんな感じでした。はいはい、ということで七海月ライブパレード2023ね、ファイナル千秋楽のセットリストともに振り返りいきたいと思います。はい、ということでね、じゃあセットリストねここに出しまして、3日目はまず変動曲が、3曲目ポイズンリリー、ポイズンリリーもなんか久々でしたよね。で5曲目はフェイスで、8曲目がマシブワンダーと、でね企画枠ですよ、哀愁トワイライトがねここで初出し、リーダーファイヤーだったんですけど、ファイヤーがリーダーで、あとリュウタンとチャンプと安倍様の4人で哀愁トワイライトだったんですけど、もうここにもうここって決めてたらしいです、最後にっていうのをね決めてたらしくて、でこうねファイヤーがこう指折り数えて待ってたって言ってはったんですけど、いやもうめっちゃ良かったですね、哀愁トワイライト。あなんかこうサックスね、なんかやっぱファイヤーのサックスいいなっていうのがもう前面にね出てくる曲のアレンジで、なんか BPM がねなんかすごい変動する、なんか77になんか合わせ込んできたみたいな話でね、で速くなるところはいくらだったかな、207だったかな、まあ、なんかその7にちなんで BPM を組んだっていうおっしゃってましたね。で今日はあのスタンドの3階、正面側にいたんですけど、その
アコースティックのとこから5枚の方が座られたので、もう自分もね座って、もうこのアイシュートワライト、スイートディーラー、連想花火とね、もうこのしっとりした3曲をもうめちゃめちゃこうゆったりと贅沢に、ね、座りながらもうすごい集中して聴けて、本当贅沢な時間だったなと思います。でもやっぱね、今回のやっぱツアーで、すごいね、連想花火が自分の中ですごい来てて、連想花火聞いたらなんか鳥肌が、なんか連想花火始まったら鳥肌立つみたいな。僕は普段あんまバラード聞かないんですけど、なんかもうめちゃめちゃ連想花火がね、なんか来てます、個人的に。はい。で、今日はね、このアンコール前のラスト4曲が、アスゲーバージンコート残光のガイアネクストアルカディアっていう、もう声を出し飛びまくるみたいな4曲ね、このセット最高でしたね。もうやっぱね、千秋楽っていうのもあるんで、めちゃめちゃもうね、で今日一緒に千秋楽連番した友達が、千秋楽がパレード初だから、もう最初で最後のパレードっていう友達が連番だったんですけど、もうね、曲来るの反応を見てて、すごいいい反応してくれるんで、めちゃめちゃ楽しかったですね。もうね喉枯らすぐらい声出してて、友達がなんかすごい喜んでて、いやもう一緒に連番できてよかったなと思いました。本当にやっぱね、やっぱ個人的にはやっぱ残光のガイアがね、やっぱ好きなので、いやね、まあ、もちろん好きな曲がもう今回のねツアーのセットで多いんですけど、やっぱガイアのね声出しめちゃめちゃ楽しいんですよね。で今日はね、その14曲目がスターティングナウだったんで、このアンコールはパーティーパーティーハッピーゴーラウンドタオル曲で、新曲シュガードのディスコティックでダブアンですよ。ダブアン何来るんかなと思ったら、パワーゲートでしたね。いやもうね、本当に何でしょう、パワーゲって言われて、前奏が始まった時に本当ね、すごい感極まって、僕普段ね本当泣かないんですよ。感動して泣くことがまずなくて、もう映画とか見ても泣かないですし、本当泣かないんですけど、本当に泣きかけもう泣く寸前みたいな、やばいなと思ったんですよ。あ、これやばい、泣くと思って、もう本当にそれぐらいこうパワーゲが始まった時に感極まっちゃって、なんかこうやっぱこのツアーすごい楽しくて、いろんな方にね出会って、いろんなつながりができてね、フォロワーさんとかにも助けていただいて、本当に、ね、本当にどれくらいの人と出会ったのかなってくらいね、まあ多分でポストカードをね作って配ったんですけど、ポストカードを100枚以上は配ったので、多分100人以上の方と触れ合っているんですね。もうその中でもね、特に仲良くなって打ち上げ行ったりとかね、昨日も10人以上でね打ち上げしたりして、本当に今回のツアーは自分の中で、まあ行った回数も過去最高ですし、本当思い入れのねある、もう今まではこうフライトが一番っていうね感じだったんですけども、それをね上回るぐらいの本当に思い出深いツアーだったので、なんかそれが終わってしまうっていう寂しさ、そしてこうダブアンでこうパワーゲで最後にみんな声出せるっていう嬉しさとかね、こういろんな、あともうこのツアーの中思い出をなんか走馬灯のように駆け巡ってね、なんか感極まっちゃって、本当にもう最初のコールちょっと声をわつってましたからね、本当、あもうあかんあかんあかんと思って、泣いてもらうと思ってちょっとこらえたんですけど、まあ、本当それぐらいこのツアーはねめちゃめちゃ楽しくて、本当終わってしまうのがね本当惜しい、またもう明日からもう一回ツアー一周してほしいって思うぐらい本当にいいね、今4年ぶりに声出しっていうのもあるんですけど、本当に楽しかったですね。もう終わっちゃったなっていう、だからね、なんか今日は珍しく、普段だったらこう会場出たらユニフォームを脱いでね、こう上着着替えて帰ってくるんですけども、今日はなんかユニフォームを脱ぎたくなくて、家までねずっと着て帰ってきちゃいましたね。やっぱこのツアー中、やっぱこのユニフォームがねトレードマークで、いろんな方に見つけていただいて、声をかけていただいて、挨拶とかね、いろんなお土産もいただきましたし、ありがたいことに、
本当ね、もう素敵な出会いの数々で、本当思い出のね、思い出深い。もちろんいつもね、もうジャーニーユニオンあたりからね仲良く、ジャーニーはあれか、ユニオンぐらいから、ユニオンぐらいからずっと仲良くしてるね、友人たちにも愛、そういう新しい出会いもありっていうね、本当にいろんな方とワイワイできて、もうこれもね、ナナさんを、かれこれ12年ですか、応援し続けてたね、結果がね、こういう風に人と人とのつながりとしてね、現れてる。本当にこう好きなアーティストが一緒という、もうこの一つだけなんですけど、もうこれだけね素晴らしい、ライブという場所にね、これだけ数多く、足を運べたっていうことはね、本当に感謝、本当に感謝だと思います。いろんな方の支えがあって、こういう風に生きてると思ってますんでね。もうこれ、まあ次はね12月 FC イベントがありますけども、FC イベントに向けてね、また明日から、仕事を頑張っていきたいと思います。ライブパレードね、振り返りは今日はね、もう東京この3日間の振り返りを軽くやっただけなので、また後日ですね、セットリスト、細かいセットリスト1曲1曲をね、振り返りもしたいと思いますし、まあ演出とかね、そういうこともね、もう全部話せるので、といっても僕が全部覚えてるかわからないですけども、まあそれだけでね、ちょっと1本また感想動画、振り返り動画をね撮りたいと思います。今日はねちょっと簡単に3日間振り返っただけなんです。ちょっと明日もね仕事なのでちょっとね仕事があるので、ちょっと今日はこの辺でちょっと短めね、3曲3日間やるからちょっと長くなるかなと思ったんですけど、ちょっと意外とサクッとちょっと終わってしまいますけども、またですね、もしよろしければですね、動画他にも上げてますんで、気軽にコメントいただけたら全て返しますんで、また今後ともですねよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。山影でした。ほな、また。